コルネルディヌは、ルーマニア・トゥルゴビシテ出身のサッカー選手。FC ディナモブカレストの歴代、最多出場記録保持者である。選手としては、ルーマニア代表で75試合に出場し、指導者としてもルーマニア代表監督を務めた。ポジションは、攻撃的スイーパー、守備的ミッドフィールダー。クラブルーマニアの南東部、ムンテニア地方、トゥンボビッツァ県、トゥルゴビシテに生まれ、 1963年から1966年までメタルルトゥルゴビシテの下部組織に所属した。1960年代前半のディビジア1では FC ディナモブカレストが4連覇を達成しており、ディヌは1966年にディナモに移ると同年のトップチームデビューから1983年に現役引退するまでディナモ一筋のサッカー人生を送った。 1963年には3歳年上のミルチャルチェスクがディナモに加入しており、ディヌとルチェスクは1960年代後半から1970年代のディナモを牽引した。1970から71シーズンには移籍後初のリーグ優勝を果たし、1972から73シーズンにも優勝した。1973から74シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは1回戦のクルセイダーズ FC 戦セカンドレグで11から0という対象を記録し、現在でも同大会における最大得点差記録となっている。1974から75シーズンにもリーグ優勝し32得点を挙げたチームメイトのドゥドゥ・デオル・ゲスクはヨーロッパゴールデン州に輝いた。 自身4度目のリーグ優勝を果たした1976から77シーズンにも、ゲオルゲスクは2度目のヨーロッパゴールデン州に輝いている。1981から82シーズンの UEFA カップ2回戦では、インテルと対戦し、ジュゼッペ・バレージ、アレッサンドロ・アルトベリ、ヘルベルト・プロ・ハスカなどがいる格上から金星子を挙げた。同シーズンには、リーグ戦で、 自身5度目の優勝を果たし、1982から83、シーズンには2連覇を達成した。ディナモ在籍中、ルーマニア年間最優秀選手賞には1970年、1972年、1974年の3度、選出され、1968年と1973年の2度2位となった。ディナモでは、リーグ戦454試合に出場し、 ディビジア1では6度、クパ・ロムニエでは2度優勝したが、出場試合数は現在でもクラブ歴代最多出場記録である。ディヌ在籍時のディナモは UEFA チャンピオンズカップに5度出場しているが、2回戦の壁を越えられなかった。しかし、ディヌ引退直後の1983から84シーズンには準決勝に進出している。 代表1968年5月1日、オーストリア戦で、ルーマニア代表デビューした。ルーマニア代表は 1966FIFA フフワールドカップまで5大会連続で、ヨーロッパ予選敗退に終わっていたが、1970年には、アンジェロ・ニクレスク監督に導かれ、1970FIFA フフワールドカップに出場。グループリーグでは、 前回大会優勝のイングランド、2度優勝のブラジル、チェコスロバキアと同組となり、1勝2敗の3位でグループリーグ敗退に終わったが、イングランド戦、ブラジル戦はいずれも1点差での敗戦だった。ルーマニアの主要選手には、キャプテンのミルチェアルチェスク、ラドゥヌンベイラー、フロレアドゥミトラチェなどがおり、ディヌ自身は3試合すべてにフル出場した。 1950年代から1980年代までの30年間で、ルーマニアが FIFA フフワールドカップに出場したのは1970年大会が唯一である。1972年のフランス戦で初得点を挙げ、1980年のハンガリー戦では1試合に得点を挙げた。ルーマニアが UEFA 欧州選手権本大会に初、 出場したのはディヌの現役引退後の1984年大会である。1981年までに75試合に出場して7得点を挙げ、75試合のうち38試合でキャプテンを務めたが、これは2013年時点でゲオルゲ、ハジ、クリスティアン・キブ、コスティカ・シュテファネスクに次ぐ歴代4位の数字である。 1984年には古杉ナモの監督に就任し、その後はいくつかの中小クラブの監督を務めた。1992年、ミルチア・ラドレスクの後任として、ルーマニア代表に就任し、選手時代にライバルの FC ステアウアブカレストのエースとして、ディヌの公的手だったアンゲル・ヨルダネスクに引き継ぐまで指揮を取った。1990年代後半以降にはサンドに、 渡って、ディナモの監督に就任し、アドリアン・ムトゥなどを要した1999から2000シーズンには、ディビジア1とクパロムニエの2冠を達成。1990年代のディナモは、タイトルから遠ざかっていたため、ディビジア1制覇は8シーズンぶりであり、2冠は10シーズンぶりだった。ルーマニアのスーパーカップであるスーペルクパロムニエは、 単一クラブが2冠を達成した場合には行われないため2000年のスーペルクパは行われず優勝クラブなしとなっているクパロムニエでは2000から01シーズンに2連覇を達成した2000から01シーズン途中にはディナモのキャプテンを務めていたカタリンヒルダンが親善試合中に心停止を起こしそのまま亡くなるという悲劇があった2001年に 一旦ディナモの監督を退いたが、2002年に、再び就任して2003年まで指揮した。2002から03シーズン最後までは、指揮を取らなかったが、このシーズンのディナモは、スーペル・クパロ・ムニエで準優勝し、クパロ・ムニエで優勝している。ありがとうございます。